こんにちは。千葉県立中央博物館の林浩二です。本日はフェアトレード商品選びで地球を考えると題して、逗子フェアトレードタウンの会の磯野よしこさんとピープルツリーの鈴木ひろみさんからお話を伺います。フェアトレード商品ができるまでを教えてください。ここからはピープルツリーのものづくりについて説明をします。真ん中にある PT というのがピープルツリーの略ですね。下にある GV というのがグローバルビレッジといってピープルツリーの母体 NGO になります。そしてこちらの方にある黄色ですね、生産者さんになります。18カ国145の団体とピープルツリーはパートナーシップを結んでるんですけれども、それぞれの団体に生産者さんが働いてくれています。で、ピープルツリーはこの生産者の団体とやり取りをしているわけなんですが、そこで大事にしているのが、継続的にお仕事を発注すること。で、商品企画は日本で売れる必要がありますので、ピープルツリーが企画をしていきます。そこでマーケティングをしたりとか、売れるような市場を開発していくこと、技術研修とか品質管理などを生産者の団体の方にフィードバックをしていきます。で、生産者団体は生産者とどのような関係かというと、もちろんそこで継続的な仕事を発注して、公正な賃金を支払って技術研修をしたりとか、あとはフィナンシャルプランナーみたいにですね、得たお金をすぐに使ってしまうんじゃなくて、どのように生かしたらその人の人生がより良くなるかことを考えながら、生産者さんと付き合っています。さらに特徴的なのが、働いてる人だけじゃなくて、その家族にも恩恵があるんですね。例えば、子供を学校に行かせるようなことをしたりですとか、医療機関ですね、健康診断であるとか、医療に関われるようなサポートをしたりします。あと、小さな子供たちが安心して過ごせるような保育所とかも作ることによって、そのお母さんが働きやすい職場作りをしたりしています。だから、フェアトレードというのは、単に生産者さんが、働く人が公正な賃金をもらうだけではなくて、いろいろな恩恵があるということが言えます。で、こうした関係性の中で、ピープルツリーは手仕事を大事にしています。で、ピープルツリーの仕事としては、原料から製品まで、生産工程を透明化しています。どういうことかというと、どこで誰がどんなふうに作ってくれたのか分かるようにしているということですね。で、それをお客様に伝えることも大事な仕事です。そして売れなければいけないので、魅力的な商品を作るということも大事です。そして生産パートナーの能力向上、できることを増やしていくことも大事になります。で、ピープルツリー、フェアトレード専門ブランドなんですが、フェアトレードは人を大切にするというところで、ピープルツリーでは手仕事を生かしたものづくりをしています。そうすることによって、収入の機会を増やすこともできますし、あと大規模な設備投資をしなくても、すぐに仕事を始めることができます。あと、途上国はやはり電力の設備とか、インフラが整ってないケースも多くありますので、大規模な電力インフラとかがなくても作れるものづくりっていうのが大事になってきます。と、手仕事を生かすことによって、伝統的な技法を継承することにもつながります。具体的には、例えば、手織りですとか、手刺繍というのもあります。手織りはもともと男性の仕事、結構力が必要なので、打ち込みに。男性の仕事だったりしたんですが、団体によっては、女性の仕事としても手織りが活かされています。あとはハンドプリントですね。いろんな方法があるんですけれども、スクリーンプリントだったり、ハンコのようにポンポンとプリントしていくブロックプリントなんていう手法もあります。あと、私が今しているマフラーなどは手書きですね。こうやって職人さんが一つ一つ手仕事で仕上げてくれています。あと、手編みもあります。手編みが一番わかりやすいと思うんですけれども、編み棒と毛糸さえあれば、どこででも始められるんですよね。だから、都心部に大きな工場を建てて、そこに
雇用することが失業問題とか解決になるというわけではなくて、それだと出稼ぎに行かなければいけなくなってしまうんですけれども、自分の家族と一緒に住みながら、家族のケアをしたり、家事をしたり、そんな合間にもお仕事ができるという点で、フェアトレードのものづくりっていうのは大事なわけですね。作り手の価値観を大事にしているということになります。で、フェアトレードはもちろん人と地球を大切にしているので、中でも、ピープルツリーでは基本的になるべくオーガニックな素材、天然素材を使っています。その土地土地で入手しやすいものを使っています。で、農薬やプラスチックは浮力使いません。で、そうすることによって、付加価値の高いの、ものを作って収入アップ、競争力アップにつながります。そして作り手の人たちが健康的に働ける環境になります。農薬とか化学肥料を使わないことで、生物多様性も守ることにつながります。そうすることが、やはり持続可能な生産につながってきます。